サバ。サバ、サバ、A、は、スズキメ、サバ科のサバ属スコマーグルクマ属ラストラリジャー。二条サバ属グラマターサイニスなどに分類される、魚の総称。世界各地で食用にされる。日本近海ではマサバ、マサバ、コマサバ、グルクマ、二条サバ、二条サバの、計四種が見られる。生物学的側面は、各記事を参照のこと。 日本の太平洋各地で水揚げされるサバは秋が旬で秋サバと称される。太平洋沿岸を回遊するサバは伊豆半島沖で春頃に産卵し餌を食べながら北上する。特に北海道沖での海域はプランクトンが豊富にありサバは丸々と太るが脂肪分は川と身の間などに食べられ身に均等に回っていない。 このサバが産卵のために南下を始める時期が9月から10月頃であり、その時期のサバは脂肪が身に入り込み、身も締まって風味は格段に上がる。特に八の沖で水揚げされる戻りのサバは最良とされている。北上するサバと南下するサバとでは脂肪含有率が全く違うが、脂肪含有率の多い順は北海道沖八の沖三陸沖常磐沖。 調子沖豆沖となる。九州沿岸で水揚げされるサバは冬が旬であり俗に寒サバとも称する。マサバの魚場が韓国の最終島あたりになってきている。大西洋サバ、通称ノルウェーサバ、エススコンブリスは秋が旬である。アイルランド沖で春先に産卵し、孵化した幼魚は餌を取りながら、ノルウェー南部海域を目指す。ノルウェー南部海域には、 ルンベと称される浅瀬があり、そこには海藻が生い茂り葉も静かで、プランクトンが豊富である。養魚時期にそこで成長し、海遊ができる体になってから北上を始める。ノルウェー北部海域にはプランクトンが豊富にある海域があり、作除行動をして丸々と太ったサバは産卵のため、南下を始める。程よく油も抜けて、身も締まり、風味が良くなる時期が、 9月中旬から10月中旬である。特に、オーレスン動機で、水揚げされる戻りのサバが最良とされている。死亡含有率の目安は、8月漁獲サバ、約30から32%、9月中旬から10月中旬漁獲サバ、約28%前後、1月漁獲サバ、約24%、3月漁獲サバ、約16から18%となる。 漁業の対象としてだけでなく、食用としての価値や引きの強さから、個人的な釣りでも人気が高い。マグロやアジトと並んで、世界的に消費量の多い魚である。日本では焼き魚、煮魚、サバ味噌など、寿司、サバ寿司、しめサバ、しめサバ、なれ寿司等として多く食べられる。ごまサバ、福岡県のような郷土料理も各地にあるほか、缶詰、 サバ缶にされるにサバも多い。カツオ節と同様のサバ節、サバ節にされることもある。基本的に生食は寄生虫や食中毒を避けるためタブーとされているが、缶サバや葉山の根付きサバといったブランドサバや生育管理された養殖サバ、長崎ハラブサバなどで、なおかつ取れたてのものは、しめサバではない刺身でも食べられる。 生殖できることブランドサバであることを売り物にする産地や漁業者も拡大傾向にある。DHA、ドコサヘキサエン酸や EPA、ーコサペンタエン酸などの高度不法は脂肪酸オメガマイナス3脂肪酸が多く含まれている点も注目されている。その一方でサバの息き腐れと呼ばれるほど鮮度の低下が著しいという欠点もある。 またヒスチジンを多く含むために、アレルギー源となるヒスタミンを生じやすく、ジンマシンの原因となることがある。マサバでは、文後水道のカンサバ、三崎サバ、花サバ、三浦市松和の松和サバ、ゴマサバでは、薬島の首折サバ、土佐清水市の清水サバなどの地域ブランドが存在する。漁獲量の低下により養殖が行われるようになっている。養殖は、 大分県や鳥取県で盛んに行われ、輸入品はノルウェーがあり、主に塩造品、使用サバに加工される。サバの実にはアニサキスが寄生していることもある。アニサキスは、加熱や冷凍で死滅するが、酢で締めても死滅しないのでサバもアニサキス症の危険がある。鮮度が落ちると内臓から見え移るので、鮮度の良いうちに内臓を処理する。アニサキス保有リスクがあるにもかかわらず、 西日本、特に北部、九州などでは生殖の習慣がある。その要因の一つとして、収穫地域により保有するアニサキスの種類が異なり、生殖習慣のある地域で食されるサバが保有する種類のアニサキスは、内臓から肉身に移行する率が極めて低いためだとするニサキスの種類原因説が挙げられている。古来よりサバは、 食あたりが発生しやすい食材と知られており、サバの息き腐れと呼ばれてきた。これは、脂肪分が多く鮮度低下が比較的早いということと、環境中に常在するヒスタミン生産細菌によりヒスタミン中毒が生じることが原因である。鮮度の低下を防ぐために、釣りで捕獲した際は低温で保管するのは、もちろんのこと、エラを切除するか、首を折った後に海水につけて、 血抜きをすることが推奨される。冷蔵、冷凍技術や自動車がなかった近世以前に若狭国から京都へ通じるサバ街道で運ばれたサバは塩をまぶして劣化を防いでいた。低温だけではヒスタミン生産細菌の増殖とヒスタミンの生成を抑制することはできず、温度摂取5度で5日間の保存により感能的に不敗臭を感じない状態でも ヒスタミン量が中毒の指揮位置を超える場合もある。また、調理の加熱では、ヒスタミンは分解されず食品中に残存する。一方、酢で洗うなどの処理は、ヒスタミン生産細菌の増殖を抑制することができるめ、鮮度保持には有効である。古くから、日本人に、馴染みの深い食用魚である。縄文時代の遺跡である、青森県の三内丸山遺跡でブリなどと共に、 サバの骨が出土した。サバの名称は古く、一説には小さい葉が多いことから、小、サバの意であるという。平安時代には中男作物、地方産物を収めさせる税として奉納され、また、サバ売りの行商が行われていたなどという記録がある。サバは一年中日本近海で漁獲されるが、特に漁獲量の多いマサバは、秋が旬とされている。 秋サバは嫁に食わすなという嫁いびりにつなげた言葉があるが、現代では脂肪が多いから嫁さんには良くないという解釈もある。現代では語呂合わせから3月8日がサバの日とされている。サバ食愛校者で作る全日本サバ連合会などにより、2014年から毎年各地の水揚げ漁港でサバ料理の即売などを行うサバサミットが枯れている。また、 サバー、サバーなどサバ料理を売り物にする飲食店の展開、鳥取県岩見町と JR 西日本などが連携した陸上養殖ブランドサバ、お嬢サバの売り込みなど、サバ食文化の高付加価値化が進んでいる。徳島県海洋町には、工房大師、空海を本尊とする、サバ大師本坊、八坂寺という寺がある。サバたち三年祈願といって、 願掛けした後に鯖を三年間食べないことで、病気兵優、小宝成就、新願成就のご利益があると信じられている。旅草姿の愚弘大師、または行儀が旅草の姿で鯖を買うたのに、商人、または孫が荷物の鯖を与えなかったため罰せられたという伝説ある。面白。金沢学、北国新聞社の胸上げの鯖は天狗よけという項目によると、 越中五ヶ山や日田白川郷といった日本海に近い山間部では正月の前に必ず能登の塩サバが用意された木があるという。姫や新港ではブリが年取り魚となっているが山間部ではサバが使われた。トルコ最大の都市イスタンブールではかつて金閣湾に架か,かるガラタ橋からのサバ釣りとその横でのサバサンド屋台が名物であった。 現在は景観を損ねるとの理由で規制されている。またサバは天狗が苦手とするものだという。年をごまかす際のサバを読むという言葉は、サバが大量に取れ、かつ鮮度低下が激しいため、漁師や魚屋が数もろくに数えず、大急ぎで売りさばいたのが起源という説がある。相撲のサバ織りの語は、釣り上げたサバの鮮度を保つために、エラから指を入れて、 頭部を髪型に折り曲げるという手法がよく取られたことに由来する。フランスでは四月馬鹿、エープリルフールのことをポアソンダブリル、四月の魚という。この四月の魚の意味はサバを指しているが、これはサバが四月に入るとたくさん釣れるためという説もあ楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。